皆さんこんにちは、エミです。 KGS 株式会社から発売されたブレールメモスマートエア16を紹介します。第1回目は主な仕様と各部の名称です。ブレールメモスマートエア16とは、ブレールメモスマートエア16は小型点字ディスプレイです。手元に点字を表示させることができます。点字とほぼ同じ内容を読み上げることもできます。その他の機能については第3回に紹介します。主な仕様。本体の大きさは縦 9.4cm、 横 17.6cm、 厚さ 2.7cm です。厚めの文庫本くらいの大きさです。重さは430g です。メーカーでは片手で持ち運べると紹介されていますが、片手で持つには若干重く感じます。点字は16マス表示できます。パソコンなどに USB と Bluetooth で接続可能です。外部メモリとしては USB メモリと SDHC カードをご利用いただけます。内蔵スピーカーから音声が流れます。またイヤホンを接続することも可能です。内蔵マイクから録音ができますが、外付けマイクを接続することもできます。連続稼働時間は17時間です。モバイルバッテリーも使えるようになりました。各部の名称。各部の名称を説明していきます。上面のボタンが多い方を奥にしておきます。上面の中央に点字が表示されています。それを囲むようにボタンが配置されています。点字表示部分の両端に平らな丸いボタンがあります。右側が表示送りキー、左側が表示戻しキーです。点字表示部分から指を右側にずらすと小さなくぼみがあります。これが内蔵マイクです。点字表示部分から少し上に指をずらすと小さな卵型のボタンが点字のマスと同じ数並んでいます。これをタッチカーソルキーと呼びます。タッチカーソルキーから指を右にずらすとザラザラしたところがあります。これが内蔵スピーカーです。点字表示部分の奥の中央には指先を乗せられるようなくぼみのあるボタンが6つあります。これは点字を入力するためのボタンです。点字入力ボタンの左奥に四角い小さなボタンが縦に2つ並んでいます。上からコントロールキー、それからオルトキーです。点字を入力するボタンの右奥にも四角い小さなボタンが縦に2つ並んでいます。上からセレクトキー、そしてウィンキーです。点字を入力するボタンの少し奥に1つボタンがあります。これはバックスペースキーです。点字表示部分の手前中央に3つのボタンの塊があります。左からエンターキー、コマンドキー、スペースキーの順に並んでいます。点字表示部分の手前3つのボタンの塊の両脇には2つずつボタンがあります。これをナビゲーションキーと呼びます。初期設定では左の2つのボタンは定規矢印キー、右の2つのボタンはタブキーとシフトタブキーです。右の2つのボタンを定規矢印キーにして、左の2つのボタンをタブキーとシフトタブキーにすることが可能です。右側面は専用 AC アダプターの接続口、次にステレオヘッドフォンミニジャック、
外付けステレオマイク用ミニジャック、パソコンと接続するための USB ポートがあります。手前の側面は左からボリュームダウンボタン、ボリュームアップボタン、電源スイッチ、リセットスイッチの順に並んでいます。左側面には USB メモリを接続するためのポート、 RGB コネクタが並んでいます。 RGB コネクタはテレビやモニターと接続するためのポートです。背面の右端には SD カードスロットがあります。裏面はバッテリーボックスがあります。ブレイルメモスマート16との違い。前の機種であるブレイルメモスマート16との違いを説明します。上下矢印キーとタブキーとシフトタブキーが手前側面にありましたが、上面の手元に移動しました。連続で使える時間が長くなり、モバイルバッテリーが接続できるようになりました。起動にかかる時間が短縮されました。コンパクトになった感じはしないけれども、使いやすく進化していると言えます。価格。価格は税込み349,800円です。日常生活支援用具の対象候補品ですので、購入される際には最寄りの自治体にご相談ください。ブレイルメモスマートエアー16のご用命はプロジェクト UI で受けたまわっています。電話番号は 0852-32-8645 です。また機器の定格や使用に関する詳しいお問い合わせはKGS 株式会社にお願いいたします。電話番号は 0493-72-7311 です。次回は電源を入れて点字でメモを取ります。